どうも肉まんです。今回コストコ購入品紹介開封編前編です。それでは開封編スタート。まずはじめにエビチリカーパオ 100g あたり268円、 1006g 入ってて2696円でした。賞味期限は加工日含めて3日間ありました。カーパオから新作が出てました。今回はエビチリです。前回のカーパオは最近も登場してたんですが、豚角煮カーパオでした。 100g あたり288円だったので、前回のものに比べてお安いですね。店頭にはこんな感じで書かれてました。ボリュームのあるエビチリをふわふわのパオに挟みました。トマト、ネギ、ニンニク、生姜に豆板醤の辛みが特徴のエビチリです。そのままでもご家庭で温めても美味しくお召し上がりいただけますと書かれてます。見た感じはエビが3尾ぐらい入ってそうです。では開けていきましょう。オープン。エビチリのいい香りがしてきます。パンももうふわふわそうです。エビのフリッターは3個入ってそうですかね。とネギ、このパンが美味しいんですよ。私は温めた方が美味しいと思うのでレンジでチンしてきます。チンしすぎるとちょっとパンがグデってしちゃいますね。軽く温めた方が良さそう。パンの断面はこんな感じです。エビも切ってみたんですが、しっかりとエビの大きさありそうです。食感もしっかりありそう。いただきます。あ、これはエビまんだ。生地は以前同様ふわふわもちもちという食感で、肉まんのように食べられるので私好みのパンの生地です。そしてエビのフリッターなんですけど、衣はしっかりついてるものの、エビの大きさ肉厚があるので、エビのフリッターがあまり好きでない私でも美味しくいただけました。豆板醤なんかの香りは感じましたが、辛さは味には感じなかったです。ちょっとソースのパンチに物足りなさがありました。食べてみて全体的に美味しかったです。レンジの加減でパンの食感も変わり、私はレンジしすぎた方が肉まんじゃないですけどエビまんのように食べられとても美味しく感じました。1個あたり539円はちょっとお高く感じますが、出先の屋台飯と考えれば普通かなと思いました。今のお値段だとちょっと手が出しにくいんですが、割引してた時にはいいかも。1個が小さく見えるんですけど結構お腹にたまります。続いてトリュフアランチーニ&バカリャウクロケット 100g あたり235円、 1096g 入ってて2576円でした。賞味期限は加工日含めて3日間ありました。コストコでは何回かクロケット商品が出てます。今回で3回目ぐらいですかね。店頭にはこんな感じで書かれてました。2つの味を一度にお楽しみいただけるオーブンディッシュです。トリュフの芳醇な香りがライスに溶け込んだアランチーニ、バカリャウ、ヨーロッパの食材である塩だらと滑らかなポテトが特徴のクロケットと書かれてます。では開けていきましょう。オープン。見た感じすごく一個一個がボリューミーです。そして上にかかってるチーズですかね、とっても美味しそうに見えます。2種類入ってるんですが、円筒形のものがバカリャウクロケット、円形のものがトリュフアランチーニです。クロケットの方は横 7.5 センチほど、アランチーニは直径6センチぐらいありました。高さはどちらとも 3.5 センチから4センチぐらいあります。クロケットとアランチーニが上に乗ってるんですけど、下はポテトかソースか、
ぽい。エアフライヤーで焼いていきたいと思います。下にあるソースのチーズが溶けていい感じ。断面はこんな感じです。クロケットはマッシュポテトがぎっしり、トリュフアランチーニの方はトリュフソースが練り込んであるみたいなんですけど、この黒いのがトリュフですかね。ソース感はあんまりなさそう。まずはバカリオクロケットいただきます。あ、美味しい。周りの衣はサクッとしていて、中のマッシュポテトの舌触りが良く、そこにタラの風味、塩味がしっかり味わえます。そのままでも美味しい。そして下に入ってたものなんですが、ホワイトソースとチーズのようなもので、それと一緒に食べるとまたさらに味変として美味しくいただけました。じゃあ次はトリュフアランチーニ。あ、これも美味しい。先ほど同様、こちらも周りの衣はサクッとしていて、中のリゾットにしっかりトリュフソースが絡んでました。このままでもちょっと塩味が濃いんですが、ソースと合わせるとさらにちょっと塩味が強い気がします。でもトリュフとチーズの組み合わせは最高です。そして私の好きなトリュフの香り、味でした。食べてみて、今まで食べたシリーズの中で一番しっくりきた味に感じました。お値段は 100g あたり235円、1種類ずつ食べると考えると1食あたり644円、ちょっとお高くは感じるんですけど、海外の味、1個のボリュームが大きいので満足感はありました。お子様には合わないと思うんですが、大人向き商品でお酒に合いそう。また買うかはわからないですが、十分美味しかったです。リピートあり。続いてアメリカ産アイランドプリンセスチョコもち 680g 入り、お値段が2198円でした。賞味期限は買った日から1年半ぐらいありました。アイランドプリンセスさんの商品、前回はマカダミアポップコーンクランチだったんですが、今回比較的早く新商品が登場してました。値札にはチョコあられと書かれてました。チョコもちだけ聞くとデザートのように聞こえるんですけど、あられで甘じょっぱそう。前回の商品は結構甘さが強かったので、このチョコはどうなんだろう。袋はジッパー付きです。では開けていきましょう。オープン。あられは様々な形をしてます。ちょっとこれなんて私は肉球にしか見えないです。私だけ？いただきます。あ、これどこかで食べたことある味なんですけど思い出せない。食感はあられのザクザク感にチョコレートも口どけがいいです。ただあられの香ばしい味はなく、チョコレートの甘さだけが際立ってます。甘さも強く、チョコの厚みもありました。私は甘すぎてちょっと2個ぐらいでギブです。食べてみて、味は決して悪くないので甘党さん向きの商品かなと思います。コーティングされてるチョコレートがダークチョコレートだったら私は好きだったかも。お値段2198円でお高めなんですが、ハワイの人気ブランドがこの価格で買えると思うとお安いのかなと思います。私個人では買わないですが、プレゼント用にはいいかも。続いて台湾産レイズサワークリーム&オニオン 530g 入り、お値段が1198円でした。
賞味期限は買った日から5ヶ月間ぐらいありました。レイズさんから新商品が販売されてました。この大きいパックというと黄色い薄塩味が定番商品かなと思います。この商品はアソートパックで以前食べたことがあると思うんですけど、ちょっと味忘れちゃいました。ただレイズさんのポテトチップスはカルビーのポテトチップスに似てるので、私は好きなメーカーさんです。いつも販売されている黄色のパックよりはグラム数も多くなってます。そして今回袋はジッパー付きです。ジッパー付きはありがたい。では開けていきましょう。オープン。こんな感じでポテトは薄く食べやすそうです。いただきます。うん、やっぱり食感軽くていい。サワークリームの味は海外とは思えないぐらい優しい味をしてます。舌が痺れるような濃厚な味とは違い、後味はポテト本来の味なので私は食べやすい。日本で食べるサワークリームの味とはちょっと違いますが、美味しくいただけるかなと思いました。食べてみて十分美味しいんですが、お値段1198円と考えるとちょっと特徴的な味ではないので、これだったらカルビーポテトチップスののり塩買いたいです。軽めなポテトチップスが好きな方はぜひチェックしてみてください。ちょっと私はお値段が気がかりです。こんな感じで今回コストコ購入品紹介開封編前編でした。最後までご視聴ありがとうございました。今回の商品比較的美味しいものが多かったんですが、リピートはちょっとしないかなという商品ばかりでした。一度は試す価値はあると思うので、気になったものあった方ぜひチェックしてみてください。やっぱりカーパオの生地って美味しいですね。台湾に行って本場の味食べてみたい。